豊臣町は北海道層や総合振興局管内の日本海側に位置する町である。利尻霊文サロベツ国立公園の一部であるサロベツ原野が広がり、日本最北の温泉郷、豊富温泉が有名である。海岸側のサロベツ川流域にサロベツ原野が広がる。南北に伸びる国道40号の東部は、なだらかな丘陵、山岳地帯で、 牧草地及び森林が広がり、南東の山間部には、豊富温泉がある。豊富町の気候は、夏は涼しく、冬は北西の風が強く乾燥寒冷で、11月中旬から4月中旬に雪が降る。豊富のアメダスは1976年5月に統計を開始した。最高気温の極地は、摂氏33.1度。 最低気温の極地は低、摂氏28.8度。平年値で、冬日の年間日数は158.3日、真冬日77.3日、夏日20.8日、真夏日1.0日。猛暑日や熱帯夜を観測したことはない。降水量は8月から12月にかけて多く、10月から2月にかけて雪、または雨の降る日が多い。平年値で、 年間降雪量 764cm。年間の最新積雪は 99cm。最新積雪の極地は 143cm。日照時間は11月から1月にかけて少なくなっている。最大風速の極地は秒速 21.0m。最大瞬間風速の極地は秒速 31.6m アイヌ語のイペコロペ。 食物を持つ川の医薬である。現在の河江べころ別川を指した名称である。住民の日常生活は中心都市の稚内市への依存が大きいが、行政サービスにおいては、警察はルモイ振興局の手塩町にある手塩警察署の所轄地域、消防は稚内市と猿仏村との一部事務組合方式の広域消防である。ゴミ処理は、 隣接する幌延町と同じ手塩郡に属する、留萌館内の二町、上川館内の中川町との一部事務組合方式で行われている。郵政改革により、豊富郵便局の周廃業務は、幌延郵便局へ移管された。電話の市外局番は、0162で、稚内市内と同じ。2000年9月5日に、北海道市町村合併推進要項が、 確定された。これによると、稚内市、豊富町と豊富町、中川町、延別町、弟子町、幌延町の二通りの合併パターンが示された。平成の大合併に伴い、稚内市、猿仏村との間で2003年12月1日に、宗谷北部地域任意合併協議会、中川町、弟子町、 コロノベ町との間で2004年2月27日に、採点北4町任意合併協議会をそれぞれ設置したが、各市町村の足並みが揃わず、前者は2004年7月2日、後者は2004年6月18日にそれぞれ解散している。住民アンケートによれば、住民の大半は合併が必要と考えており、編入合併もやむなしとの意見も少なくない中、 近隣市町村との合併を探りながら、当面は自立の道を歩むことになった。その後、2006年7月31日には、北海道市町村合併推進構想が策定された。これによると、構想対象市町村の組み合わせで、稚内市、猿ツ村、豊富町が示された。豊富牛乳を製造する豊富牛乳公社の工場。 豊富郵便局2007年から2019年3月31日まで、豊府町内の集配業務は、幌延郵便局が担当していたが、同年4月1日に、豊富町全域の集配業務を豊富郵便局に再分割した。北海道豊富高等学校豊富駅。ありがとうございます。